はい。お友達が、おにゃんこ大戦争でちょっと行けないところがあると、いうことでいいんですよね。うん。ということで、この第3章の、未来編第3章の月、誰いるか、あ、基本エイリアンがね、いっぱいいて、こいつ誰だっけ？暴走の猫ムート。暴走の猫ムートがいると。だからちょっと、うちの方でね、クリアできるかやってみたいと思います。うん、こいつおすすめ。猫サテライト。これ今、第三形態になってるけど、もともと猫探査機で、で、次にこう、猫サーチなんマーク2みたいになって、もう最終的に猫サテライトになるんだけど、ね。こいつを入れよう。こいつはもうレベル50のね、プラス44だけど、こいつはね、育てた方がいいです。まず。なんかいろいろキャラ持ってないって聞いたけど、これすごい。これはもう育てた方がいい、持ったら。こいつもね、エイリアンね、強いんだよね。これもともと、猫サーファー。で、これもレベル50にもしてるんだけども、これは猫漂流になり、猫漂流。これもね、エイリアンにすごい強いわね。エイリアン止めるんだよ。で、必ず生き残ると。このね、猫サテライトと、うん、この猫漂流機は、ゲットしやすいキャラだと思うんだよね。育てた方がいいですよ。あとこのガオーは、これはちょっとずるい気もするけどね、こいつ入れるのは、ね。本気チームだね、これね。本気チームで一旦行ってみよう。よし。もうだいぶ前だから忘れちゃったな、どんな感じか。久しぶりだよね。え、久しぶりだよね。久しぶりだよ。なんか喋ってくれないけど。困っちゃったな。エイリアンが、エイリアンのやつだから。こういう感じで出てくるからね。で、お友達は何、どこで困ってんのかな。やっぱ、猫ムートが出てくるのが困るの。いや、まだここまで来てないらしいよ。あ、来てないの？珍しい。来てないのになんでやんの？わかんない。やってほしいって言って。そう。まあ、基本的にはね、この右上にあるこう数字ね、お金が貯まって、左下にある、レベル、なんちゃらみたいなの、100でマックスなんですよ。それを全部上げてきて。まあ、これをしたらなんかどうなるのかって、いまいちよくわかってないんですけど、まあでも強いのが出せるようになるからね。まあ、右上の数字でこう、溜まってる。あ、なんか出てた。あ、出た。ハロー。ああ、強いね。レベル上げよう。まあ、こいつ出たし、名前忘れてたけど。岩ごろ。壁出しとかないと、二刀流も死んじゃうから。で、ここから多分、ちょっと、一定のダメージを後ろに与えると、ボーンって出てくる。うん。来る？来る？あ、まだ来ない。ここでもう猫持って出てくるのかな。来た。こうするとね、こういうのが綺麗なのが出てくるから。もう待って。レベル8マックスになったから。お、ガオとメガロディーと。メガロディー。メガロディー。メガロディー。そのまでに、だから、お金を貯めておいて、いっぺんに出して。あ、すぐやれた。もうそれはしょうがないね。一番前にいるからね。でもここまで来たらもう出しましょうです。もう出しましょうって言うんだ。でもなんか、クリアできそうな気がするけど、余裕で。あともう、猫もとしてない。こんな感じでいいんですか？あ、倒した。倒した。
余裕じゃん。これ参考になるの、これ。お友達ってさ、キャラ全然持ってないでしょ。これも持ってない。どれ？これ。どれ？猫酒ライト。うん。そもそも探査機ですから持ってない。上下機って誰持ってるの？あれだけ、シーガリオン。シーガリオンだけ？うん。シーガリオンってなんだっけ？赤い敵とゾンビに強い。全然エイリアン関係ないし。強乱ちょっと外そう。あ、強乱外す。猫。猫。タンク猫。タンク猫。これ第一形態。猫探査機。サイキック猫。サイキック猫。人気やし。こいつって何だ？いるのこれ。あ、第三形態で初めてエイリアンに名簿っていうかな。じゃあ第三形態。第三形態。これも第一猫サーファー。ここ、うん、うん。猫シャリ。猫シャリ、うん。うん、これいってみよう。勝てるかな？これならね。わかんない。まだ参考になるかもしれないから。うん。勝てばの話だから。うん、勝てばの話。あ、どうかな。どうかな、わかんないよ。わかんないよ、試したことないんだから。あ、なんか久々の難しい形っていうの。じゃあなんか、だってなんかチビタンクとかさ、チビ猫って結構大神経験するの面倒くさかった気がするんだよ。結構押されてんじゃない？そんな時はこいつを出せ。なんだっけ？猫探査機。猫探査機。これなんか出せは普通にやったら普通に出るよね。うん。もう猫探査機も好きなの出せ。厳しい。あ、結構やっぱり変わるね。うん。第一形態にすると弱くなる。射程がね、短くなる。押されてるよ。これだ。結構変わるね、これは。よし。これ倒した。上げた方が上れる。もっともっと。一旦これね、出すのやめて、やめといたの。なんかレベル6だ。やばいね。いや、まだ出てこないけどな。うん。多分、だいぶ、それの HP が減ったら出てこないと思う。あ、もう出た。やばい。ちょっとやばいかもしれないけど、あーちょっとね、レベル8にするのが早かったかもしれない。うん、でも止まってるかな、わかんない。うん、止まってはいるね。それは大変、負けちゃうじゃん。まあでも、お友達は多分もっと大変なチームでやってる。まあでも止まってるよ。止まってるね。これはまだ負けるか、これはまだ勝てる可能性がある。いけー、誰も止まってない。大丈夫そうだね。大丈夫そう。勝てそうなの。意外と。ただ壁4枚と、エイリアンの強い系を
れれば大丈夫です。いけるね。やっぱね、おすすめはね、最近って猫と猫探索と猫サーフィン。猫サーフィンね。でもこれ意外と第三形態の抜き足猫が活躍しちゃってるんじゃない？こいつはしょうがないよ。あれだ、こいつ第三形態に住めて、エイジョンに強くなるかもしれない。抜き足猫を生き残ってんじゃん。抜き足猫すぐ活躍してるけど大丈夫。うん、なんか抜き足猫が抜き足猫絶対持ってないんですよ、ね、第三形態。抜き足猫ってなかった方が良かったね。クリアです。まあでも抜き足猫じゃなくても勝てんじゃん。そうかな、まあ、無責任なやつ。なんかお友達にメッセージないの？あんまり強いメンバーじゃなくても勝てるねって言ってます。ということで今回は未来編第3章月、お友達のためにやってみました。またなんかリクエストあったらね、行くんでしょ。うん。じゃあまた次も頑張りましょう。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録、いいね、コメントもお願いします。